に手に入れましたよ。限定発売のジェットチョコ羊羹。大人気すぎていつも売り切れで買えませんでしたが、今日は開店直後にジェットステルス入店。一番で買うことができました。一番大隊長だけに。これで今年のバレンタインは完璧です。きっとマスターも喜んでくれることでしょう。では急いでカルデアに戻るとしましょう。ジェットパック出力最大。起きた J 掃除、行きます。遅くなってしまいました。これを渡せばマスターも沖田さんのジェットな魅力にイチコロでしたもん。大丈夫ですか？って、マスター！大変なことになってしまいました。まさか、マスターにジェット衝突してしまうとは。意識も戻りませんし、ここは私が何とかしませんと。幸い、私のジェットパックの予備パーツがあります。マスターにこれを組み込めば助かるかもしれません。それにマスターがジェットパックを装備し、ジェット天然離心流をマスターすれば、私と共に早急をかけるジェットコンビとして、ジェットで素敵な噂のペアに。ちょっと話がそれました。では改めまして、オペレーションを開始します。マスター、気がついたんですね。よかった、目を覚まさないのでもしやと思いましたが。すみません、私の不注意でマスターにぶつかってしまって。あ、そうでした。すみません、変なタイミングになってしまいましたが、これをマスターにと。実はこれ大人気の限定チョコレートでして、これをマスターに渡そうと急いでいたんです。とはいえ急ぎすぎてマスターにぶつかってしまうとか、調子に乗りすぎてました。お空で反省します。私も詳しいことはよくわからないのですが、WX さんが私を助けてくれた謎の工房です。いえ、そんな、私はただマスターに日頃の感謝をですね。ともかくここで話すのもなんですし、食堂にでも行きましょうか。マスター、ジェットでではなくて歩いて参りましょう。どうです、美味しいですかマスター？おいしいですか？それはよかった！沖田さんも苦労して手に入れた甲斐がありましたとも。私もですか？そんな子供じゃないんですから。まあマスターのお言葉ですし、せっかくですから。そ
それでは失礼して。お、うん、ええ、美味しいです。